皆様こんにちは。大変暑い日が続いてますが、お元気でしょうか。今日はですね、8月2日でありますけど、連日オリンピックということで、日本のさまざまな分野の選手が大活躍していてですね、本当に、感動をもらって、そして開催をできて、よかったなというふうに思っているところであります。また昨日はですね、オリンピック会場に行ってまいりました。行ってきたのは試合を見たわけではなくてですね、消防団の団員として会場の警備警戒ということでですね、傷病者とかあとは火災も含めてですね、そうしたものを警戒するという位置づけで消防署の方とともに、そうした形でですね、有明のスポーツパークというところに行ってまいりました。BMX という自転車でですね、もう起伏のあるところを飛んだり回転したりするような競技とか、スケートボードとか、そうしたものをやる会場でしたけど、本当に無観客というのがですね、大変残念な状況でしたけど、怪我はあったものの、おおむねですね、平穏に競技も進んで、そうした日本でオリンピックをやるという現場ですね、会場警備の立場ですけど立ち会えたというのは非常に嬉しい、ありがたい経験だったなというふうに思います。で、こうしたオリンピックを開催している一方でですね、連日報道で流れているのは、新型コロナウイルスとか、武漢肺炎ということでですね、その PCR の陽性者がどんどん増えてきているということであります。変異種とかデルタ株とかですね、感染力が強い云々という話はもうメディアで出ている通りですけど、やはりここで注目しなきゃいけないのは、PCR 陽性ということでですね、出ている年代別の内訳というものがもう以前とは全く変わってきていてですね、本日のニュースですと8月2日付のニュースだと、直近7日間で1日あたりの東京都で言えばですね、東京都で感染者というのは3214人ということで、1週間を平均してならすと1日あたり3214人ということで、今までになく人数は多いというふうに報道されています。この絶対的な人数にどれだけ大きな意味があるかというのはですね、検査した母集団とかそうしたものをしっかり比べないと、単純な比較はできないわけですけど、ただこの陽性と出た人の内訳というのはですね、7日間の平均で見てみると傾向というのが明らかに出ていて、年代別ではこの3214人のうちですね、773人が20代ということで、若い世代が多いと、30代が520人ということで、1300人ぐらいがですね、20代30代という若手なわけですね。3200人の1300人ですから、3割ぐらいですかね。もうちょっと比率が高いのかな。それぐらいの割合だということで、一方でこれだけ人数が多い3214人というような
4桁の数字の中でですね、重症化リスクが高い65歳以上は49人しかいないという、まあ、以前の、まあ、高齢者が、まあ、クラスターとかですね、いろんな施設だったり、あるいは、まあ、カラオケクラブみたいなところでですね、感染したとか、いろんなニュースが回って、高齢者の間で非常に蔓延していたようなイメージを持っている方も多いかもしれません。今はもう全く違ってきていて、若い世代に非常に感染が増えてきているのが、この全体の人数が増えている理由になっているということであります。まあ、これはもう理由は明らかでですね、高齢者は優先してワクチンの接種をしていると。で、まあ、そのワクチンの接種というのも、まあ、イスラエル等で明らかになってきているようにですね、まあ、半年ぐらいで効果というのはかなり薄れてきているということですけど、ただ逆に言えば、まあ、半年ぐらいはですね、感染を、まあ、実態から見て、感染を防ぐことができているというふうに見るべきだろうというふうに思います。まあ、よくワクチンに反対する方が言うのはですね、感染を防げるものではないというふうに言う人が多いんですけど、厚労省やそうした解説のページにもですね、感染を防ぐということは、まあ、証明はされていないというふうに書かれていますけど、証明されていないだけでですね、治験で、まあ、実際に同じ条件でですね、感染するかしないかという人体実験をして、同じ条件でそういうことがするのは極めて難しいんでですね、そういう形での証明がされてないだけで、まあ、実際この日本社会全体のこうした数字を見ると、以前も申し上げたと思いますけど、明らかに感染を、まあ、防ぐことに寄与していると理解をすべきだろうと思います。それ以外の要素というのがですね、高齢者の感染者、ここまで感染者というか PCR の陽性というのが出るのがですね、ここまで少なくなるというのは、まあ、基本的にありえないだろうと、ワクチンの効果が出ているというふうに理解をすべきだということが言えます。で、まあ、外国のいろんな例を見てですね、まあ、効果が長く続かないとか、あるいは、まあ、もっと若い世代はですね、結局リスクの方が高くて得られるものが少ないから若い世代はやんない方がいいというようなことを言う方もいますけど、そういうような認識の人が多ければ多いほどですね、こういう20代30代で感染者が、まあ、どんどん増えていくと、その母集団が増えれば、まあ、感染というのは決して、まあ、収まらない状態が長く続くと、まあ、考えられてですね、まあ、さらに10代にもワクチン接種の、まあ、案内というのは今送られてくるようになっていますけど、まあ、そうしたことはやるべきでないというようなですね、主張の方々もいますけど、私は社会全体で抑え込んでいくにはですね、そうした若い世代にも接種を進めていくということは欠かしてはならないというふうに思います。それはもう重症化するリスクがですね、若い世代は低い低いというふうに言われますけど、重症化という定義も全く、まあ、我々素人が考えるような重症化とですね、まあ、本来こういうメディアや医療で使われている重症化というのは全然
もう実態が違って、重症というのはもう人工呼吸器をつける、そして生きるか死ぬかの瀬戸際をですねさまようようなものをこの新型コロナでは指していてですね、中程度の症状とかいうとですね、まあちょっと風邪がひどいぐらいだろうというふうに、まあ思うような人もいるんでしょうけど、その程度だったら若い世代の人もいっぱいになってるんですけど、大したことないだろうというふうに思う人もいるのかもしれないですけど、中程度っていうのはですね、中程度っていうのは実際はものすごく苦しくてですね、もう1日24時間もう呼吸をするのが大変苦しくて、まあ咳が止まらなくてですね、まあ熱とかもう震えだとかですね、動悸等がもう止まらなくて、生きた心地がしないと、もう睡眠もろくに落ち着いて取れないような体の不調があって、常に苦しいと、人生で今までこんな苦しい思いをしたことがないと思うような人が、まあ若い世代ではですね、そんな大きな病気する人は比率としては少ないんで、もうインフルエンザなんかよりはるかに苦しい思いを長い期間して、そしてその後後遺症がですね、まあ短期のものから長期のものまで様々、脳の障害だったり味覚が障害が出たりですね、そうしたものはたくさん報告をされています。でそうしたものもですね、人生で一番苦しい思いをするようなものも、メディアでは中程度の症状というふうに扱われて、医療業界ではですね、まあ、人工呼吸器つけるまでではないということですけど、ものすごく本人も家族も苦しむような状況で、かつ医療のケアが十分になされなければ、そこから重程度になる人がたくさんいるわけですね。今医療の助けがあって、重症までいかないで済んでる若者がいっぱいいるわけですね。でそうしたもの、そうしたことを、そうした事実があるにもかかわらず、若者は重症化しないからこうあまりワクチンしなくていいと、特に10代にやるのはですね、重症化の事例はものすごく少ないからやらない方がいいというのはですね、私は違うだろうと思いますし、以前も申し上げましたけど、副反応というのはですね、まあどうしたどのようなワクチンでも、まあ、一定の割合で出るということ、また今騒がれている副反応の事例というの、副反応と疑われる事例というのはどこまで、まあ、そのワクチンの注射によるものなのかというのがですね、因果関係が、まあ、全くわからない中での、まあ、単純に時系列でそういう、接種をした後になんか体に不具合が出たというものなだけでですね、そうしたものをことさら課題に評価をして得られる社会的な便益というものを、まあ、過小評価したり、医療の力で抑えているものをですね、そうした前提を無視して、重症化が少ないとか、あるいはどれだけ苦しい思いをするかということに十分理解をしないまま、軽い症状だけで済んでいる人が多数が若者なんだという話をするのはですね、大きな判断の誤りのもとになるだろうというふうに思うわけであります。